べてこんなもんてみろてかとう神でございます。今回なんですけども、はい、やはりこのイチゴの季節ということで春ですもんね。そうさ、イチゴという場所に来ました。ストロベリー工房です。ストロベリー工房、おそらく郡山かな、ここって奈良市かな、奈良ちゃう、ここまで奈良、奈良なんかな、うん、にある、まあ、あのイチゴの農家から採れた直売のイチゴスイーツが売ってくれてるお店でございます。で、冬であればクレープ、夏であればかき氷ってイメージなんですけど、結構ねこの辺では有名なお店なんで、行ったことある方も多いかもしれないんですけども、ぜひね、おすすめなんで、僕たちの動画見て食べたいと思った方はね、来てくださいね。なんか寝てますよ。あ何の動画やねん。やばい、行きましょうか。アメリカンジョークにしても下手やね。はい、行きましょう。レッツゴー、タビコン TV。はい、ストロベリー工房さんで買ってきました。はい、もう溶けてきております。ちょっとね、移動したんで、いただきます。見てください、下にイチゴがこんなに詰まっております。すごいよね、丸ごとっすね。丸ごと、じゃあまずソフトクリームの部分から。はい、うん、イチゴのソースがかかってうまいっすね。イチゴまで届きたいな。コビ選んだのがアスカルビーやんな。イエス、アスカルビーとコとか2種類から選ぶことができますと。ソフトクリームうまい。まだ主役来てないから。お前ら、イチゴという主役が来てない。来ました、イチゴがついに。ドゥドゥーン。さあ、ソフトクリームと一緒に食べてください。いただきます。うん、このイチゴのジューシーさたまんないですね。もう簡単に果汁がブワッと口の中に広がって、それをソフトクリームは甘くコーティングしてくれて、もう最高ですね。グッジョブ。じゃあタカさん、クレープの方食べていきますか。はい、はい、じゃあタカさんの方がコトカのいちごクレープっていうことで。そう、ストロベリー工房といえばこのいちごクレープが超有名なんよ。なるほどね。そうで、これも季節限定なんでね、夏になったらかき氷になります。オッケー、おお、たっぷり、あのいちご、たっぷり、めっちゃたっぷり。どうぞ、いただきます。ください。レガケバブと一緒や。うわ、うまっ。うまそうやな。生地がまたいいな、ちょっともちもちした生地で、で、そのいちごの甘さがやっぱ半端ないわ。はい、大阪半端ないみたいなもん。コとか半端ない、ことか半端ないって、うん、あいつの甘さどうしたら止められんの。ほんまに止められん、この甘さは。そんな無理やって。あんな無理よ。でもそれぐらいうまくて、はい、で、生クリームが究極に甘ったるいわけじゃないねん。だからこのイチゴをどれだけ生かすことを考えてるか。なるほどね。サッカーで言ったらもう完全にもうあのシャドウ役、もうあの影の活躍者みたいな。この生クリームが主役には踊りでえへんぞと。おお、主役はあくまでもイチゴと。そんな感じです。本田圭佑意識したの。してない、してない、勝手になった。自然に本田圭佑になったの。あくまでも本田。主役はイチゴやと。主役はイチゴやと。主役には踊りでえへんぞ。おお、主役はあくまでもイチゴ、イチゴ、イチゴ、イチゴ。そんな感じです。はい、ということで食べていきましょうか。食べていきましょう。はい、タビコン TV。 はい、ストロベリー工房さん、うまかったですね。うまかったっすよ。うまかったわ。いや、スイーツいいね。なんかもうやっぱイチゴはこの季節やね。そうですね、もうイチゴ甘くてもジューシーで美味しかった。美味しいな。ソフトクリームって言ったらさ、もうごく一般的な、こう普通にはコーンがあって、そこにこうクリーム乗ってる、でイチゴのソースかかってるとかやね。ここのソフトクリーム下にイチゴ入ってる。もうイチゴドドンと5個くらい入ってましたからね。めっちゃ入ってたよな。はい、もうすごいっす。ああ、あの見たことない。確かにな。もうストロベリー工房の名に恥じないくらいストロベリーでした。そうやんな。うまいこと言うたな、マジで。確かに。どうしたか、クレープの方は。クレープの方もイチゴめっちゃ入ってるんよ、あれ。せやんな、すごかったよ。もうほんまにそのイチゴのうまさを生かしたクレープやなってすごく感じました。なるほどね、うん、言ってたもんな、生地自体もあの味の邪魔してないってな。そう、ほんまにそんな味濃くなくて、生地自体、うんうん、ほんまにイチゴを生かすみたいな感じでしたね。めちゃくちゃ美味しかったよね。ぜひぜひね、別に春以外でも全然いつでもやってんもんね、うん、そうで、夏はマジでこれかき氷おすすめなんで。かき氷、なるほど、うまいよ、ここのかき氷。ぜひ食べてほしいですね。はい、あとね、ここね、
立地的に車持ってる方やったらちょっと奈良公園とかその奈良市の方から結構近いんよね。そうですね、うん、割りかし割りかしまだ、まあ、ぜひねこちらのねあのストロベリー工房食べたいなと思った方はチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。ツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますのでそちらのフォローもどしどしお待ちしております。次回またお会いしましょう。バイバイ。この動画が良かったと思う方は高評価、今後も見たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。あと